こんにちは、ナノです。今日は、Get Ready With Me をやってみたいんですけど、ダスコムのマイクを使って音フェチ風 ASMR 風にやってみようと思います。自声でやってもいいんだけど、編集するときにこのダスコムを通して聞く自分の声の方が好きだから、これで録音します。エアコンの音うるさいかな。一旦消したけど暑かったらまたつけちゃうかも。ごめんなさい。あんまり出さない人へ姿です。今日はスキンケアからやっていきたいから、ちょっとアイプチしてない状態でなんですけど、なんかね、一重だとね、顔の情報量が少なすぎてなんか気に入らないんだよね。化粧水はあのやつです。ひどい食事をとってたら肌の調子が良くなかったんですけど、最近ちょっとジムちゃんと行ってご飯も野菜とか食べるようになったらちょっと元気になってきた。もしかしたら朝ってレチノール塗らない方がいいのかな。夜はこのイニスフリーのレチノールしかリペアセラムってやつ塗ってるんだけど、なんか朝塗らない方がいいみたいなことを聞いたことがある気がする。やめときます。これだけ塗っていきますね。あのハートリーフ70デイリーローション、この間耳マッサージするとき使ってたやつ。友達に指摘されたんだけど、私こういうのをさ、出す時とかにさ、なんか効果音を口に出してしまうっていう癖があって、プチュって謎に声に出しちゃうんだよね。コメダコーヒー行った時に、コメダコーヒーってなんかこう蓋を開けて飲むジュースみたいなのあるじゃないですか。あれをね、飲んでる時にパカッて言っちゃったんですよね。なんで言っちゃうんだろう。なんか友達になんでパカッて言うのって言われて、確かにみたいな。後日談があって、隣で母親が座って一緒にご飯食べてた時に、母親が缶を開ける時にプシュって言ってたんですよ、口に出して。変なところで遺伝してるなっていうお話です。そしたら太古の日焼け止め、あまり使ってはいけない昔の日焼け止めだけど使います。6年前、いやもっと前だな、いや7年前ぐらいかもしれない。下手すると、皆さんは使用期限を守って使用してください。昔はさ、下地に UV 機能入ってんのになんで日焼け止め塗るんだよって思ってたけど、だね、下地の下
人ってそんなベタベタ塗らないから、下地が厚塗りにならないような量だと日焼け止めとしての機能が果たせないらしい。もっとこうたくさん塗らないとダメだから、日焼け止めをちゃんと塗ろうっていう話らしいです。もっと前に知りたかったね。下地は変わってないんだけどね、基本このファーシーズのやつ。これ本当になんかねいいですよ。ファンデーションがよく密着する気がするな。そんなにメイクしたくないとき、これ単体でも意外といけちゃうみたいな。この段階でいつもアイプチをしてます。カフェオレ飲ましてよ。だいぶないけど、ダイソーの伸びるアイテープを使います。ティッシュで油分を取ってあげてから使ってください。アイプチのやり方を教えてくださいって聞かれたことがあるんだけど、何のコツもなさすぎてちょっと教えられないっていう、ある程度癖がつきやすいところを見極めて貼るだけ。アイプチはね時間かかるんだよね、結構地味に。でこのメザイク用のカッターで端っこをプチッと。ファンデーションはナーズのライトリフレクティングファンデーション。その棒でも伸ばします。真っ白になった。鼻の赤みが気になるところだけコンシーラー塗ろう。どういうメイクにしようかな。ちょっと可愛い系にしてみようかな。とりあえずシェーディングしていこう。シェーディングとハイライトは粉の前にやります。密着力が高くなるっていうか発色が良くなる感じがするから。この間ちょっとインスタで嫌いなじゃない好きな食べ物とその理由を聞く回やったんだけどすごい面白かった。いろんな食べ物好きな人がいて理由も様々でね、面白かったです。一個好きだったのがなんかチョコレート好きな人がなぜ好きなのかっていうので、これファーシーズのやつです。全ての鬱を吹き飛ばしてくれるからって答えてて、
チョコへの信頼度高いと思って面白かった。鼻真ん中てっぺんここ目頭にもよりちょーつやつやなる。まずの粉をはたいてきます。よし、夏場はねちょっとエアコンの音があれだけど、秋になったら静かな環境で音が取れると思いますので、お待ち。100均のやつです。みんな好きな食べ物と好きな理由があったら教えてよ。結構面白い、聞いてると。このパレットを使おうか、これにしてみるか。絵画アイシャドウパレット、日傘の女。これのこのピンク使います。広めに塗っとこう。垂れ目っぽくしたい、今日はピンク使う。二重幅らへんにメイベリンのアイライナー、垂れ目っぽく超垂れ目に引いてみた。茶色使います。ライン引いてシーラーで涙袋。涙袋はね、いつものセザンヌのシングルカラーアイシャドウ1番。これはマジで邪魔しないからいい。で、涙袋の影。よし、まつげをバッチリ上げましたら、合成のカールキープマジック。やってきます。ちょっとヒロインメイクのマスカラを重ね付けして、ちょっとボリュームとロング感を足す。ジューシーの約束ダイヤっていうグリッターを。こんな感じ。チークはもういつものセザンヌ18番。ちょっと上からこれ乗っける、フィーのラブミーライトっていう、ちょっといちごミルクみたいな色のチークを上から重ねます。ちょっと今日可愛くしたいんでね。あとは髪型と口紅を塗ってきます。今日はさっき大森聖子ちゃんの絶対彼女を見たせいで、平成チックな服装が可愛いなと思って、ちょっと森ガールみたいなブラウスを着てみました。森ガールって言葉が懐かしいよね。もう